ただいまから令和5年5月、小矢部市議会臨時会を開会いたします。直ちに本日の会議を開きます。ただいまの出席議員は16名で定則数に達しておりますので、会議は成立しております。日程に入る前に諸般の報告をいたします。地方自治法第121条の規定に基づき、 桜井市長ほか関係者の出席を求めてあります本日の議事日程は配布してありますので朗読を省略いたします日程第一会議録署名議員の指名を行います会議録署名議員は会議規則第119条の規定に基づき議長から指名いたします 13番福島勝力君、14番中田正樹君、以上2名を指名いたします。日程第2、会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本臨時会の会期は本日から5月23日までの2日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか ご異議なしと認めますよって会期は2日間と決定いたたししました日程第3、議案第30号、令和5年度、小矢部市一般会計補正予算第1号、および承認第3号、専決処分事項の承認についてから、承認第5号、専決処分事項の承認についてまでの議案、 四件を一括して議題といたします議案は配布してありますので朗読を省略いたします提案理由の説明を求めます市長桜井森男君皆さんおはようございます,います、えー、本日ここに令和五年五月 親部市議会臨時会を招集いたしましたところ議員各位にはご出席を賜り誠にありがとうございますはじめに今月5日に発生をいたしました石川県能登地方を震源とする地震では本市において被害はございませんでしたが尊い人命が失われた上に珠洲市を中心に土砂崩れや家屋の倒壊等の甚大な被害が生じました お亡くなりになられました方々に亡られた方に心から哀悼の意を表しますとともに被災されました皆様方にお見舞いを申し上げる次第であります。また被災された自治体が1日も早く復旧復興されますよう心よりお祈りを申し上げる次第でもあります。さて今月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが 5類に移行しコロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつあります本市ではこれまでも数字にわたる対策に取り組んでまいりましたが引き続き感染対策とともに経済の回復を力強く後押しをしてまいります国においては本年3月22日に国の物価賃金生活総合対策本部において 追加の物価高騰対策が決定をされ、地域の実情に合わせて、必要な支援をきめ細やかに実施できるよう、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援地方交付金が増額されるとともに、低所得,者低所得世帯への支援のための低所得世帯支援枠が設置をされたところであります。 本市といたしましては、この地方交付金を活用いたしまして、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対しきめ細やかな、きめ細かな支援を講ずることといたしております。市民の暮らしと事業活動を守るため、スピード感を持って取り組み、本市が掲げる将来像、魅力、安心、充実、幸せ親部の実現に向けた 市政の進展を目指し、市民一人一人が、親父市に住んでよかったと実感できるまちづくりを着実に進めてまいりますので、議員閣議には、本市のさらなる飛躍に向けて、今後とも格別のお力添えを賜りますよう、お願いを申し上げる次第であります。それでは今回提出いたしました議案について、その概要を申し上げたいと存じます。 議案第30号は、令和5年度小矢部市一般会計補正予算第1号であります。今回、補正いたします額は、歳入歳出それぞれ1億6797万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ135億9797万9000円とするものであります。 補正の内容といたしましては、国の追加経済対策に基づく電力、ガス、食料品等の価格高騰の影響を受けている生活者や事業者に対する支援策として、本市が実施する緊急対策であります。1点目は、生活者に対する支援であります。 電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費におきましては、令和5年度住民税非課税世帯や、令和5年1月以降に家計が急変した低所得世帯への経済的支援として、給付金の支給を行うとともに、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費においては、 低所得のの子育てて世帯に対し給給付金の支給を行ってまいりますますた、商工業振興対策費におきましては、親部市商工会が実施するプレミアム付き商品券発行事業に対し、助成を行うことにより、市民生活を支援するとともに、消費喚起により、地域経済の下支えを行ってまいります。 加えて給食センター管理運営費においては、食材費高騰の影響を受けて、令和5年4月から値上げを行った学校給食費について、保護者負担を軽減するため、臨時特例措置として、増額分を助成をしてまいります。2点目は事業者支援であります。 エネルギー価格高騰の影響を受ける公共交通事業者に対しましては、公共交通対策事業費および企画事務費において、路線バス事業者、タクシー事業者および鉄軌道事業者に対し、県が実施する助成制度と強調して、支援金の支給を行ってまいります。 原油、肥料、飼料等の価格高騰の影響を受ける農業者に対しましては、生産調整推進対策事業費において、意欲的な営農活動の継続を支援するため、作付け面積に応じて支援金の支給を行うとともに、高騰する化学肥料の低減対策として、発酵系粉等の散布面積を拡大する 市内農業者に対してて支支援金の支給を行ってま,いりま,すまた、畜産振興費において、飼料価格高騰の影響を大きく受けている畜産事業者に対し、安定した畜産経営が継続できるよう、支援金の支給を行ってまいります。加えて、土地改良振興事業費において、農業用水利施設にかかる維持費の負担を軽減するため、 親部市土地改良区に対してて支支援金の支給を行っままいります電力価格高騰の影響を受ける商工業事業者に対しましては、商工業振興対策費および生活環境衛生事業費において、電力価格高騰の影響を受けている市内事業者が継続して事業を行えるよう、 高圧または特別高圧に係る電気料金の増数額に応じて支援金の支給を行ってまいります電力ガス等の価格高騰の影響を受ける福祉施設事業所等に対しましては介護保険制度事業費地域医療体制整備事業費障害者福祉推進事業費及び民間保育施設運営費において 継続して安定した福祉介護等のサービスの提供が継続できるよう福祉施設事業者等に対し支援金の支給を行ってまいります以上が今回の補正予算における物価高騰対策の概要であります次に歳出予算を間ごとにご説明を申し上げます第2巻総務費875万8千円の増額は 公共交通対策事業費および企画事務費の増額であります。第3巻民生費8994万1万一千円の増額は、電力、ガス、食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費および子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費の追加、並びに障害者福祉推進事業費、 介護保険制度事業費、地域子育て支援拠点事業費及び民間保育施設運営費の増額であります。第4巻、衛生費286万円の増額は、地域医療体制整備事業費及び生活環境衛生事業費の増額であります。第6巻、農林水産業費、 九百九十二万円の増額は、生産調整推進対策事業費、畜産振興費及び土地改良振興事業費の増額であります。第七巻商工費四千九百万円の増額は、商工業振興対策費の増額であります。第十巻教育費七百五十万円の増額は。 給食センター管理運営費の増額であります以上が今回補正いたします歳出予算の概要でありますこれらの財源といたしましては国庫支出金1億6797万9千円の増額により措置しようとするものであります次に予算以外の議案につきまして御説明を申し上げます 承認第3号から承認第5号までは、先月処分事項の承認であり、先月第2号、令和4年度、小矢部市一般会計補正予算第9号など3件について、承認を求めるものであります。以上をもちまして、今回提出いたしました議案の説明といたします。何とぞ慎重なご審議の上議決を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 提案理由の説明を終わります議案第30号および承認第3号から承認第5号までの審査については、会議規則第37条第1項の規定に基づき、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。次に議会の日程を申し上げます。本日午後1時から民政文教常任委員会、 午後3時から総務産業建設常任委員会、23日午後1時から委員長会議、午後1時30分から議会運営委員会をそれぞれ開催して、付託議案等の審査をお願いいたします。審査の結果を後日報告願います。なお、5月23日午後 2時から本会議を再開いたします以上をもちまして本日の日程はすべて終了いたしました本日はこれにて散会いたします